アービーズのホットローストビーフサンドイッチとフライドポテト。ローストビーフサンドイッチとは、ローストビーフの薄切りを具材とするサンドイッチ。米国では多くのダイナーで提供されており、アービーズやロイ・ロジャーズなどのファストフードチェーンでも販売されている。マサチューセッツ州、特にノースショアのローストビーフサンドイッチが最も有名。多く見られるのは、 ハンバーガーバンズ肉を挟んだタイプで、バーベキューソース、アメリカンチーズ、マヨネーズのトッピングが主流。レタス、トマト、ホースラディッシュ、ピクルスを加えるのも一般的で、レシピによってはチリソースや赤玉ねぎを用いることもある。音声と冷静のいずれも存在し、オープンサンドイッチにしたものもある。ローストビーフのオープンサンドイッチにグレービーをかけ回すタイプの料理は、 全米各地に存在し、ホットビーフ、ホットローストビーフサンドイッチなど多くの名前がある。その起源は、一説によると1877年のレシピ集に記載されたビーフステーキトーストにまで遡れる。冷たくなったステーキの薄切りを煮込んでパンにかける料理で、当時はそれほど知られていなかった。この料理は1900年にワシントンポスト市で食欲をそそらない。 グレービーの洪水に浮かぶ古びた箱船のようと紹介された。しかし、年月を経るうちに人気が高まり、2004年には料理書の中で、これこそサウスダコタの味と言われるまでになった。マサチューセッツ州にチェーンウォーを展開するケリーズは、リビア市にあった同店が1951年に、初めてパンに挟むタイプのローストビーフサンドイッチを生み出したと主張している。 あるカップルの結婚式が中止になり、披露宴で出されるはずだった、ローストビーフを流用したという話が伝わっている。1960年代になると、ケリーズのメニューを手本としたオハイオ州のアービーズや、フロリダのネバ、インディアナのロビーのようにローストビーフサンドイッチを扱うファストフードチェーンが、他州に登場し始めた。バーガーキングやマクドナルドのような大手ハンバーガー、チェーンも、 ローストビーフサンドイッチを販売していたことがある。1950年代に入って以来、ローストビーフサンドイッチはマサチューセッツ州のボストン都市圏、特にノースショアの名物となっている。ローストビーフの薄切りを温めてオニオンロールに挟んだものが一般的。用いられる部位は主にモモ肉である。ボストンを含むマサチューセッツ州東部一帯では多様な。 ローストビーフサンドイッチが根付いており、好みのスタイルをめぐって活発な議論が行われている。人気のトッピングはマヨネーズ、バーベキューソース、白いアメリカンチーズで単独でも組み合わせても注文できる。3つを同時に乗せたものは俗にスリーウェイと言われる。ホースラディッシュのクリームソースでピリッとした風味を加えることもある。ブルックリンで1938年から 営業しているブレナンカーはローストビーフをバンズに挟んで全体を肉汁に浸した看板料理を1970年代から提供している伝統的なビーフ・オン・ウェック。ビーフ・オン・ウェックは主にニューヨーク州西部で食べられているサンドイッチの一種。塩とキャラウェイシードをまぶしたクーメル・エックロールと呼ばれるパンでローストビーフを挟む。具の肉はレアの薄切りを用い。 上側のパンを肉汁に浸して、ホースラディッシュを塗るのが一般的。チビートサンドイッチは、ウルグアイの国民食で、叩いて柔らかくした、テンダーロインなどの牛肉のステーキにチーズ、トマト、マヨネーズ、固ゆで卵、ハムを合わせるのが一般的。パンにはバンズを用い、フライドポテトを添えることが多い。その他、ビーツ、エンドウ豆、グリルか炒めた、 赤唐辛子、きゅうりの薄切りなどの材料も加えられることがある。米国で言うコンビーフとは、塩水で漬けてから茹でた塊肉のことで、コンビーフサンドイッチには、マスタードときゅうりのピクルスを添えるのが普通。英国でコンビーフは、缶詰の保存食品を刺し、ブランストンピクルスと共に、パンに挟むことが多い。フレンチディップサンドイッチ。フレンチディップサンドイッチは、フランスパンで、 ローストビーフの薄切りを挟んだホットサンドイッチである。大重で、すなわち肉を調理する時に出た肉汁を添えて提供されるのが一般的。肉汁の代わりにビーフブロス、またはビーフコンソメが用いられることもある。名前に反してアメリカで生まれた料理であり、フランスでは知名度は皆無である。フレンチは発祥地ではなくパンの種類を指していると見られる。 パストラミオンライはニューヨークに多いユダヤ系の校舎式デリカ鉄線から有名になった古典的なサンドイッチである。1888年にサスマンボルクによって発明されニューヨークのデランシーストリートにあるボルクのデリで売り出された。ライ、麦パンとスパイシーなブラウンマスタードを使ったパストラミオンライはやがて他のデリでも人気メニューとなった。現在では ニューヨークのデリの名物メニューになっている。ありがとうございます。